キラキラ。はい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 どうも皆さんおはこんばんはということで子どもの島キラキラのお時間をお届けしますよ。 皆さんどうですかせっかくの日曜日がね雨になっちゃったんですけれどもねあのー、まあでも雨の日曜日もなかなかいいもんですよねこうしとしとしてる音を聞きながら、えー、今日はちょっと、えー、作業をしていましたよねパソコンの前でカタカタとで、えー、今日はね なんかあの久しぶりに、えー、知人がうちの事務所を訪ねてくれてで、まあ、その中でいろいろとユンタクをしたんですがい、まあ、ろいろ、えーね、と、えー、な生きるってなんだろうみたいなね生きるってなんだろうみたいなそれは重い話し,しなかったけどね,ねあの働くこととかそういったことについていろいろ語りました。 ね、というわけで今日は働くって一体何なんだろう働くことって何なんだろうっていうことを中心に話をしていけたらいいかなと思っておりますよ。特にね、うん、あの子どもたちにねちゃんと社会に出なさいなんていうことは僕はあまり言わないタイプで働くっていうことをねそのどう捉えていくか。 うんっていうのはもう人それぞれなのでそこらへんに関してもちょっといろいろ今日ユンタクできたらいいなと思っておりますよはいこどもの島キラキラこの番組は「今日ジョイする?」っておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよそれでは皆さん今日も元気にいっていきましょう あ、それそれそれおじゃる丸おじゃる丸 <laughs> 僕もあれ小さい時あれ好きだったなニワのあれニワのやつ人形劇じゃなくてあの着ぐるみのやつニワの「いつも一緒のお馬のひんべってやつあったさあれ,あれ好きだったな はいはいというわけでね今日もお届けしておりますよ「子供の島キラキラ」でございますあのー、ね今日はちょっといろいろと仕事のことについてなんかお話ししようかなと思っておりますよはい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 。なんかねあのー、まあ単純に言うとこの間ね別の回でもちょっとあのー、えー、沖縄市のそのまちづくり関係のえー まあ、町づくり関係というかその、えーっとね、沖縄市町づくり市民会議というのが、えー、昨年末ありまして、でその時に参加した、えー、メンバーとですねちょっと、えー、飲み会というか、それをした時にもですね、あのー、仕事についての話になったんですけど、僕、すごいあ,ある方の、ねあのー、コメントに僕、すごい共感したんですよ。 まあ、その共感したのが僕だけで2人だけでまあ納得し合っただけなんですけど、あのー、本来、人間は仕事をしなくてもいいよねっていう <laughs> 仕,事仕事をしなければいけないっていうのが、あのー、その本当は必要ないよねっていう話をちょっとしていて。 あのー、まあそれはね、あのー、そうなんだけど、あのー、なかなかちょっとね、あのー、一概的にこの今の話を聞くとちょっとあの何、ー、て言ったらいいのかな、あのー、誤解を生みやすいというか誤解されやすいことだと思うんですよ、あのー、<laughs> 誤解されるよねこんなこと言ったらねでそもそもし何のために仕事するのかって生きるためとか あのいろいろ言うと思うんですけどあの生きるためって仕事しなくても生きていけるわけですよ。で人間ってこう何のために仕事をするんでしょうねっていうことをね あのこの間もつい,あのついつい遅い時間まで語り合ってしまったんですけどまあでも仕事をするっていうのはある種どこかでね、えー、と生きがいを感じるということもありますしもう一つ言うとまあその報酬を得るね先週ちょっと報酬の話をしましたけど報酬を得る。 ね、あのそれがお金であったり感謝であったり食べ物であったりまあ何でもいいんですけどその報酬を得るというために働くとかまあねその,その仕事自体が好きなことだからとかでも好きなことだからって言ってもやっぱり報酬は人間欲しがりますよね。人間っていうのは報酬を求める生き物になってきていますこの何百年も。 ね、で、えー、っと端的に何が言いたいかというと、あのー、じゃあ子どもたちに仕事っていうことをどう話しするか仕事をしなきゃダメだよってしなきゃダメっていうのに対して僕はとってもなんかこう違和感みたいなものを感じるんですよ。仕事しないとダメだよって子どもに教えるって。 それは単純にその価値観を押し付けてるるような気がすすんですねあの仕事しなくても生きていける人は世の中にいっぱいいるし今はねそれこそニート引きこもりの方々はの仕事をしなくて生きていけるわけでしょ。まあ、いつかねあのお金が尽きる日がね親があのいなくなったらまあその。 お金がなくなるのかもしれないしまあその時になって生活保護を受けるのか何なのかはね日本は制度がしっかりしているのであ、あのー、救,救済処置という言い方ですかねそういうのを受けることができるのかもしれませんがまああのー、単純に仕事をするねす例えば、あのー、生きるために食べ物を取ってくる例えば魚を取る山に行って鳥を捕まえる。 果物を取ってくるとかねあと雨風をしのぐために、えー、こう家を作る自分で木を切ってきてこうなんかね小屋を作るみたいな,なんかあのその生きるためっていう言い方をしてしまうとこう今僕が言ったみたいな まあ一般的に突拍子なと思われるようなことも含めてこれは生きるっていうことですよね。でそこら辺の突拍子って取られるのは現代社会がいわゆる就労仕事というより仕事っていうと枠が広いので就労ですよね。就労ねあのどこかで働くか自分でその仕事を作るか。ね かまあ、いわゆる経営者になるでもいいですし誰かに雇われるでもいいけど、まあ、この大きく分けると2種類ですよね。そうやって何、えー、だかしらの金銭を手に入れて、まあえー、その手に入れた金銭をまたどこかに払って生活をするわけですよ。ね、でその中で人間っていうものは「働かないと生きていけないよ」っていう言葉を使うようになってきたわけですね。 働かなないいいと生きていけないよ、うん、でもなんかうーん「働かないと生きていけないよ」って子供に僕は言いたくないな <laughs> 言いたくないなそういうことを言いたくはないなあの好きなことした方がいいですよ好きなこと。 で好きなことをして、例えば好きなことをして他人に迷惑をかけても僕はいいと思ってますで。それはいいというのは迷惑の度合いによって考えるべきだと思っていて、例えばちょっと他人に迷惑をかけるということであれば、他人はその迷惑をかかったことを処理してあげることで、何らかしらの報酬を得るわけですよ。まあ、言い方を変えると、 誰かが誰かに迷惑をかけることによってそこに新たに仕事が生まれるわけですよねまあ福祉とか医療っていうものはそれに近いかもしれませんよあるいはその警察の方のお仕事なんてもろにそれでしょねやっぱりそこでその人に迷惑をかける人がいるから警察っていう仕事が必要になるわけですよでその方々はそれを処理をすることで仕事としてね その犯罪者とか犯罪を犯す方々の処理をすることで報酬を得るわけですね。 でえー、例えば、えー、自立して生きていけない人がいたとしてその方々が自立して生きていけないのでその方々が生きていくための,その援助あるいはその方々が生きていくための介助、えーまあ、をして、えー、何らかしらの報酬を得ると。 もう分かりやすく言うともう福祉なんてそれこそまさにあの他人めに迷惑をかけるあるいは1、えー、人で自立して生きていけないという人がいるからこそ新たにこういう仕事が生まれているわけですよ。 ね、であのそうやって誰人様に迷惑をかけてはいけないよという教育は私たち小さい頃よく受けてましたが今の時代は本当にそれって当てはまるのかなというと僕はそうは感じていないんですね。まあ、だからといって福祉の仕事を取り立てているわけではなくあの基本的に仕事っていうのは。 あの誰か自分でできないことあるいは自分でやりたくないことを人にさせることでじゃあその代わりに何かあげましょうとね、えー、お金を支払うあるいはその何か食べ物や物的な物質的なものを、えー、与えるとでそこでの労働に対する対価報酬というのが基本的に仕事という概念だと思いますのでまあ 一般的にはねだからその別に迷惑をかけるということは逆に修行の中に仕事を増やしてるわけだから悪いことじゃないわけですよねであともう一つの方法というかまあ方法ではないな考え方として生産というのがありますね生産ね人間は何かを生産していかないといけないわけですよ で僕は何かを生産していかないといけないとは実は実際は全く思ってないんですけど <laughs> 生産をする理由は金銭価値ですから必要以上に作ることでそれを対価お金に変えていくからこそ必要以上に作るわけですね。 で実際には、えー、必要以上に作っているところと全く足りていないところが世の中にせ世界レベルでいうと生まれてくるっていうね本当にその非合理的な <laughs> 非合理的なことを人間はこの何百年もやり続けてきたわけですよね。 でね、いわゆるその何らかしらの国が,国あの国が先進国あるいは発展した先進国として成り立っていくためには、えーえー、後進国が必要になるわけですよ。それはやっぱりインフ,ラインフレの差だったりその要は経済の格差がないとこの国家間での、ね、成り立たないわけですよね。 で今、まああの、最後の,その後進国って言われているアフリカがどんどん経済が発展していく中であの資本主義の崩壊なんていうことをおっしゃる方も世の中には多々いらっしゃるんですがそもそも資本主義が崩壊しようが何しようが民主主義だろうが何主義だろうがあの人間は仕事をして生きていくっていうところこの根本的な部分っていうのは変えないわけですよ。 変えうんうんでも本当はその仕事をしなくても生きていけるわけでしょだってねまあ極論で言うと自給自足すればいいわけですよでその税金の徴収が来たらあ無視し続けるとはいじゃあそんなことしたらあんた警察に捕まるよなんてね警察に捕まったらいいですよね だって、あの3食風呂付きの生活が待ってるわけでしょ、捕まったら。<laughs> とかっていうとね、すごく僕はあの誤解されやすいと思うんですが、僕が言いたいことは、こういった仕事っていうことに対する根本的な論理を踏まえた上で、子供に対して仕事っていうのをどう伝えていくか、まずあの仕事をしなさいとかっていうのも大事なんですけど、仕事っていうものの概念。 それを、えー、論理的あるいは哲学的にしっかりと子どもに話をしていこうというのが僕のスタンスなんですよ。これは別に皆さんそうしましょうというお話をしているわけではなく、これは僕のスタンスなんですね。なぜか僕がしたいからなだけです。 これが正しいとか間違ってるとかそもそも正しい間違ってるっていうのもただの人間の価値観ですから例えば国が違ったら法律も違うように正しい間違ってるとか常識っていうのも全然違うわけですよ。ただ人間っていうのはあの全体主義な生き物なのでどうしてもその全体主義の中で正しい間違ってるっていうのを決めたがるのでそうなっているだけで実際は正しいか間違ってるかなんて人間の価値観でしかないわけですよね。 でそれを踏まえて考える上で僕が単純にその自分の子供に対してそのこう一方的に働かないと生きていけないよっていうことを言いたくないうん言いたくないんですね、まあ、なのであの僕は子供に何のために働くかっていうのは好きなことをしろっていうのを常に言っていてでその好きなことが えー、何なのかでその好きなことをすることによってどういう結果が生まれるかは全て自分の人生にあの返ってくるいいことも悪いこともだからまずはお前がやりたいことをやってみろとだからあの実はうちの息子はその今フィリピンに留学しているんですけどあの全くもって自分の好きなことをしてみろとでそのただえー、っと 自分の好きなことをするんだったら本来は自分の力でやらないといけないわけですよ。自分の責任でね。だから本来は本当に自分がやりたいことをや,りやるのであれば例えばやりたい勉強をやると言うんであれば自分のお金で学校行けばいいんですよ。やりたい買いたいものがあるって言うんだったら自分で働いたお金で買えばいいんですよ。だけど あのー、やっぱりそれができないじゃあ親が金を出しますよで親が金を出すということは子どもは自分がやりたいことに対してそこにお金を出してくれるまあ親というのはある種スポンサーなわけですねでスポンサーに対してその自分はこういうことをやりたいから えー、お金を出してくれというのであればプレゼンテーションをしてもらわないといけないなというふうに僕は考えて、えー、正面からお前がやりたいことは何なのかっていうのを、えー、僕にぶつけてきてでその上で、あのー、それにイエスかノーかを判断するのは僕に権限があるんだと子供にはないなぜなら、えー、自分のお金じゃないから自分がやりたいことをするのであれば自分のお金でやるというのが まあ、もう、あのー、ごくごく当たり前の話であってそうでないのであればそのお金を出してくれる人を徹底的に話し合って説得をしてプレゼンテーションをしてでお金を出す気にさせてあげないといけないわけですよね。うん、で僕はあえて別にねあのやりたいことやれてってパッてお金を出して、あのーまあ、よかったんですけど僕はあえてこのやり方をしました。 でまあ、結局は、ね、息子がやりたいって,やってる言ってることを OK するんだけど <laughs> 親だからね結局はそうするんだけど、あのー、なんていうのかな、あのー、ここをなしにしてさせるっていうのは僕はあのー、自分自身でなんかこうお金を出すのにその虚無感を感じるんですね。お金がもったいないななではなく その何かをそのこう他人からもらうにあたってそれに対する僕はあの対価みたいいな報酬が欲しいんですよだから息子には僕に対してしっかり正面から向き合ってこう僕にやりたいことをプレゼンテーションするっていうのが僕にとっては。 息子にお金をあげる代わりの報酬なんですね逆に言うと息子はそれをすることで、えー、あの息子も学費という報酬を得てるわけですねつまりウィーウィーになれるんですよ自分はその自分の子供を一人の人間として見ていたいので彼が一生懸命やりたいことを自分自身に一人の人間として一人の男としてね、僕自身に向き合ってぶつかってきてくれるっていうことに対してお金を出したかったんですね だから結局どんなことを言ってきてもあいつが正面からぶつかって自分にその本気で向き合ってきた時にはどんなことであろうとお金を出そうというふうには思ってたんだけどあの本当に息子が一生懸命頑張って普段なかなかね学生の頃僕に全然こう何て言うのかな正面からぶつかるっていうのをあの避けてきた息子だったんですけど。 去年ね、あのー、去年の秋頃僕に正面からこういう話をしてきて、まあ、あの、本当に、うん、僕は良かったなと思っています。はい。あここで、えっ、ー、と、せっかくなのでツイキャスからコメント。えー、アフソさん、どうもどうもどうも。えー、アフソさんのコメントです。漁業権とかの概念がややこしい社会にしちゃっているんだろうね。 権利なんて概念関係なく食べたいから釣るのが本来の仕事だったはずそう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 ,そういうことあの権利というのはえっ、ー、とまさに権利だしひっくり返して利権なんですよねその自分たちがその自分たちの利益を、まあ、自分たちですから、ね、まあもちろん個人でもいいんですよ自分たちの利益を保護するために 持っているのが権利なんですよ例えば人権も僕はそうだと思ってますそもそも人権なんていうものは人間が概念的に勝手に持ったものであって自分が人としての権利を持つとかって言い始めてる時点で僕は人間社会はもう崩壊しているなというふうに思っています。人間のこのこ精神社会がね うん、でまあ阿蘇さんの話に戻りますけど漁業権確かにねすごくあの,固い権利ですあのまあそれに関してはねその漁業者の方々の立場もあるのであまり深くは、えー、漁業権に関して言いませんが僕はあの海中の子供だからね海中じゃないな船乗りの子供だから、えー、よく知っていますある程度ねでやっぱり自分たちの生活を保護するためには漁業権というものを持つというのが えまあ確かに現代人らしい考え方だと思いますでも本来その仕事っていうのは阿蘇さんのおっしゃる通り就労と仕事ってやっぱ大きく違うと思うんですよねでその阿蘇さんのおっしゃる通り仕事本来,本来の仕事だったはずね食べたいから釣るそうそうそこなんですよでもう一つは楽しいんですよ僕は楽しいのが仕事の,のもう一つの要因だと思っててで えー、魚が食べたい海に行って魚を取るあるいは釣る森でついてもあの竿でとっても釣っても何でもいいんですよでもその時にねあ今日はこの美味しい魚が取れたあるいは前から釣ろうと思ってた魚が取れたあるいは、えー、魚がたくさん釣れた何でもいいです。 どうせたくさん釣れたって言っても一人で釣ってもそんなね大きい船でさあの底網でギャーって魚をさあのこそぎ取るのに比べたらもうビビたるもんなんですからねでそういうふうなたくさんとっと魚がたくさん釣れたとか、えー、美味しい魚が釣れたとかあるいは前からあの釣りたい取りたいと思ってた魚が取れたとかそういうところにやっぱり人間っていうのは価値観を覚えるわけですよね であのお腹が空いて魚が食べたいから魚を釣るで、えー、その中でさらになんだかしらの個人的な価値観を、えー、満足させていくこれは仕事として本当にあのごくごく自然な形だったと思いますでまさにねあの例えばこれがね阿蘇さんの,あの本職である建築関係であればね家を建てる人がねあのそこに住みたいから。 ね、その地に住んでそこで生きていく、ね。で、もう本当にね、この地に足、ここの地に住んでここで生きていく。だからこの地に家を建てるんだ。で、自分はこんな仕事をしている、あるいはこう、自分たちの家族はこういう家族群だ。で、自分はこういう生き方をしている、だからこういう家を建てるんだ。ね。 でそれをもともとは人間はその自分で家を建てたりあるいは集落のみんなで家を建てたりとかしていたわけですよ、まあ、沖縄の,あの宇治倒しがあるでしょ宇治倒し、ね、あの僕のおじいちゃんもサトウキビ農家をしていた時期が長かったのであの宇治倒しの時は僕も中学校とか中学校小学校からかな小学校からだね宇治倒しに駆り出されましたよ でその時に隣近所の畑サトウキビの畑の人たちもみんなが手伝いに来るんですよね。ねでそうやって1つの、えー、サトウキビ畑が全部刈り取られていく。でその後じゃあなあ明後日はとか来週は何々さんの家ねって言ってその近隣の畑の農家さんたちが。 あのサトウキビ農家さんたちがみんなで助け合ってじゃあ次はあそこね次はあそこねって持ち前でやってそこにねお給料なんかないんですよそれ何かっていうとねあのお互い様で成り立ってたんですよ、ね、ただあのやっぱりサトウキビというのも僕はそのある種その現代的な仕事の一つだなというふうに思っていて あのサトウキビ沖縄でサトウキビが盛んになったことによるその利益と弊害もね、まあ、皆さん、ネット調べたらちょっと出てくると思うので調べてみてください、まさにねあの沖縄の,あのいわゆる何ていうのかな あのー、あれえー、っとソテツ地獄ソテツ地獄とサトウキビっていうのはすごく密接に、えー、関係してますのでそこら辺とかはあのー、まあね,ねネット調べたらすぐ出るからまあ見てみてくださいまさにねこの仕事の話とその仕事って何のためにするんだろうっていうところとすごくつながる感じはしますよ <laughs> ねえ、あそさん、あのー、すごく、えー、ピンポイントでもう本当に確信を得たようなコメントですね。ありがとうございます。というわけで、ここで一旦 CM。 はいはいはい子供の島キラキラのお時間でございますこの番組は今日 Joy するっておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよ皆さんカラオケするならジョイさんにレッツゴーはい <laughs>、ね、今日はなんかこう仕事についてのお話をしていますよはい なんかね、えっと、働くっていうのと仕事っていうのと生きるっていうことが、まあ有機的にリンクはしていますが、えっと、必ずしもこれが一つだというふうに、えー、僕は考えたくないんですね。で、えー、っと、要はそこでの区別と関連をしっかり理解して、その上で自分が何をするかっていうこと、あるいは何をやりたいか。 で逆に言うと何をしたくないのかで何をするべきなのかで何をすべきでないのかそういったことをしっかりと考えてですねえー、とまあ計画性ではないんだよね選択をする選ぶ、ね、で人生は選択の連続ですから選ぶ今これを選んでこう選択してこ,れこういった行動をとるあるいは行動をとらない どちらにしろその選択によって結果が変わってくるで変わらない場合もあるでもそれはどちらにしろその選択の結果によって現れるなのであの何をするにも何をしないにもあの区別と関連を考えてやっていきたい部分が僕の中にはすごくあるんですけど あのー、例えば生きるっていうことと本当に働くっていうことはええー、リンクはしてるけどセットではないのよね生きるために例えば、えー、どこかで働くなんかうんそれはどこかに雇用されるっていうのはそれは給料をもらうために雇用されるわけですよ本来はねっ。 本来はそうなわけですよで。そうじゃなくても生きてはいけるわけでしょ。だからもっとまっすぐにお金が欲しいからどこかで働く。で、いいんじゃないのかな。と思うんですね。で、それをこうはっきりと言うと、なんかこう、なんていうのか、え、あの人お金の虫だよ、みたいな。ね。あの人お金お金してるよ、みたいな。 ふううに言わわれれるるんんじじゃゃなないいかかそ思でもなんかあの沖縄では公務員になったりいい会社に就職したりで例えば米軍基地で働けるようになったりとかすると「よかったさ給料も安定してボーナスもあってあんたいい生活できるさよかったねー」ってみんなから褒めたたえられるわけですよ。あのー お金お金でしょそれみたいな <laughs> えそれってお金でしょお金みたいなねお金だよねって感じがするんだけどお金がたくさんお金欲しいから頑張って仕事するよってなんかえー、なんかお金の虫みたいなんか銭ゲバみたいみたいなね なんか全然言ってることが違うんだよね不思議ですよね人間って本当に非合理的な生き物だなというふうに感じますはいアフソさんまたここで連続でコメントいただいてます、えー、ビジネスとライフワークの違いを意識すると面白いねそう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 いうことなんですよねあのー、僕はお金も欲しいしそれプラス仕事が楽しいんですよ だ今日も仕事でずっと休みだけどずっと事務所にいたんだけど <laughs>。実はね、ラジオの前までずっと事務所にいてさなんかいろいろ会社で必要なものをさあのネットで調べたりちょっとそのペーパーウォークデスクワークをしたりでそれしてる時に知り合いがあのちょろっと訪ねてきてゆんたくしたり。 楽しいのよね、すごくね。も,もちろん、今日は休みの日に事務所にいるから、自由な感じで働いてるけど、普段も、じゃあ何時からこの仕事でこれでって、まあまあ仕事してますよ、毎日。でもね、なんかあのー、うん、仕事自体を苦しいとは思わないし、つまらないとは思わないし、まあ楽しいですね。楽しい。うん。で、仕事が自分に向いてるか向いてないかとか、いろいろね、 あるけど、まあ、僕はあんまり自分に向いてるか向いてないかよりも楽しいか楽しくないかで決めてるところがあって、まあ、楽しいいから働いてるんですよねうん正直めちゃくちゃ楽しいですよ。 でこのねあのビジネスとライフワークとかねまあ、言葉をねあのあえて分けて言いたいからビジネスとかライフワークとかって分けてるけど要はあのお金のために働いてるのかそれとも自分のある種のその価値観とか楽しみとかそう好き あのそういったものを含めて働いているのかっていうそこら辺のね違いとでもまあ関連はするわけですよねでそこのねあの区別と関連ね違いと関連をその考えるとすごく楽しいしすごく面白いと思いますよであのそういった方面から僕はできれば子どもに何かを伝えたいでもう一つやっぱりあのただ ただ楽しいことをやるとか楽しいことを仕事にするっていうだけでは僕はちょっと違うなって思うんですよ。あの子供に対してね、子供に対してその教える時に自分の子供に対してね仕事っていうのを教える時にただその好きなことをやるも駄目だし駄目っていうか、その、まあ、ただ好きなことをやりなさいっていうのもちょっと僕は違う気がするし。 あるいはあの仕事しないとあの社会の中で生きていけないよっていう言い方も僕は違うし好きなことはしなさい好きな好きなことしなさいじゃなくて好きなことをしてもいい嫌いなことをしてもいいやりたいことをしてもいいしやりたいことをしなくてもいいやりたくないことをしてもいいしやりたくないことはしなくてもいい ただ大事なのは、その自分の動きと費用対効果、で、それからそれに伴う報酬と、それから自分が、えー、欲求としている、要,要望している、えー、ものがしっかりと入ってくるかの計算をしているのか、あるいは、 自分が、えー、報酬というものに対してある程度その要,要求があまりないのかそういったところも踏まえた上でやりたいことをやろうとしているのかっていうことが大事なのかなというふうに思っていますうんやりたいことはもうやったらいいと思うんですよだから仕事したくない人は仕事しなくていいんですよでもね例えば仕事したく,ししたくないで仕事をしてないで仕事をする気もない人が いい生活をしたいあの要は金銭的に恵まれた生活をしたいっていうとまあ一般論ではちょっとうなんか合わないなとまあ例えば宝くじが当たる例えばえっ、ー、と親が資産家でその財産をたくさん分けてもらったなんかそういう何かがねあるんであればまあいいんじゃないですかとあの働かなくても。 どどんんお金使ってくださいと金は天下の回りのなのでどんどんお金使ってくださいとねあの財産は食い潰すためにありますからね <laughs> なんつ<ち>って <laughs> であのそんな感じでさあの別にその働きたくない、えー、でお金があるならそれはそれでいいと思うんですけど、えー、働きたくないでお金もないだけどいい生活をしたいじゃあここからですよね えー、そのためには働かなくていい生活をするための何らかしらの知恵や努力を、えー、発揮しないといけないいいとけけわですねだから別にそれができる人は僕はそれでいいと思うんですよいわゆる不労所得を手に入れることができる人は僕はそれ,でそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですね。 ただあの人生っていうのは本当にその個人の本人の選択の連続によって結果が生まれているので、まあ、あの成功するかしてもし成功しても成功しなくてもまあ自己責任というか世の中全てにおいて自己責任だと僕はある種思っているところがあるので、まあ、成功しても失敗してもまあそれは自分の問題ですからねうんただそういう人見てると面白いなと思いますよ。 はい、であのー、客観的に僕はそういう人を見るのが好きなんですよ話したり面白いからね <laughs> で今、えー、と僕はちょっと関わっている、えー、ニートさん、えー、引きこもりさんの方々がいまして。 で40なったかななってないかなぐらいの、えー、ニート引きこもりの方が、えー、毎朝僕の、えー、事務所に来ますでその方の親御さんあるいは支援員から僕はその方の生活費を実は預かっていてでその生活費を毎日彼に渡すっていうことをしてるんですねめっちゃシュールでしょ <laughs> <laughs> めっちゃシュールよねすごいシュールなことを毎朝やってるんだけどあのー、そこに意味があるかないかっていうとまあ世の中にもともと意味なんてないのでそもそもでねそこに意味があるかどうかっていうのを僕は考えてなくて面白いなと思ってやっているんですねで毎朝来るんですよそのその日のその食費をもらい,もらいにで手渡して。 え、ちょっとユンタクして。はい、じゃあまた明日みたいなね。ずっとそれを続けてるんですけど、まあまあ楽しいというか面白いですよ。うん。で、ね、あの、就労以降というのを、 あの僕は、えー、事業所をねあのうちの会社で立ち上げて今月から始めていますけどあのいわゆる就労移行というのは障害をお持ちの方々やあるいは障害はなくても一般就労一般的に働いていくのに問題を抱えている方そういった方々が、えー、と福祉サービス自給証という、えー、カードをですね、あのー、自給証カードを取ることで各市町村でね あのうちの事業所に通うことができて仕事のためのスキルやまあうちの場合はどっちかっていうとそのえ僕が今話しているようなちょっと哲学的というか論理的というか精神的というかね心理的かなうんそういったことも結構重視してやっている事業所なんですけどまあその中でえっと本人の,その気持ちを大切に大切にっていうのはその要はさっきのあれですよ選択です選択。 働かないののも自分の選択でその中で、えー、っとどうやって自分の人生を歩いていくかつまり、えー、っと仕事というのがゴールではいけないまあゴールでもいいんだけどその人の人生だからまあうちはその仕事をゴールと決めてはいないんですね。働くこことととか仕事をすることがゴール なのかっていうと中にはそういう人もいるかもしれないけど僕は自分の人生をどう歩いていくかっていうことがやっぱり一番のゴールだと思っているんですよ。 でその自分の人生をどう歩いていくかということに対して自分たち僕たちはねこの事業所の中でいろいろと話し合ったりまあ本人と寄り添いながらユンタクをしたりまあこういう哲学的な話もよくしますよでそういうふうにしていますでそれをしながらまずはね本人が何をやりたいのかっていうのを一緒に見つけていくここの部分が大事なのかなというふうに思いますねだから生きるために働くっていうことは僕は 事業所の中ではあまり言いませんねそういうことはあまり言わないようにしていますはい,はいはいここで正則からのコメントです、えー、金属探知機片手に頑張るしかないとそうよね本当そうね金属探知機を片手にねあっちこっちでピーピガガーなるんじゃないかっていうのを探しながらさそれで一攫千金が手に入ったら働かなくていいもんね でも俺働かなくていいっていうのをなんか僕の中で僕働きたいからね働くのがすごい好きだからね遊ぶ遊びたいっていう気持ちと同じぐらい働きたいっていう気持ちが働きたい違うな何だろうまあ仕事が好きなんですよねだからお金が例えばね僕が今宝くじが当たるとしますね宝くじ えっとまあ、何でもいいですよ。7億円ですかな何億円ですか今わかんないけど、えー、5億円でしょうか何億円でもいいですよ。まあとにかく何億円かのお金が入ったとします。多分ね、新しい事業を立ち上げるんじゃないかな <laughs>。<laughs> また新しい仕事を増やすんじゃないかな、僕。と思う。というか100%そうします。 あのお金がいっぱいあるから仕事しないでのんびりっていう感覚自体がもともとないんですよめっちゃめっちゃ仕事したくなるお金があればあるほど仕事がしたくなるかもしれない楽しいからね楽しいことをしたいからやりたいんだろうね多分ねはい、えー、沖縄大好きテドマヤズ南国の妖精応援さんイカ狩さんこんばんはということでこんばんは <laughs> こんばんはで笑ってる俺大丈夫まあ、い,いや。うん、こんばんはです。はい、聞いていただいてありがとうございます。で、まさのりさん、筋トレしたい。筋トレパンにゃい。筋トレバンにゃいって意味か。ああ、そうそう。うん、やりたいことやった方がいいんですよ。筋トレした方がいいですよ。やりたいんだったらね。やりたいことした方がいいです。で、やりたいことはね、自分のことだから、やっぱりそれでいいんですよね。で、ね、ただ、あのー、ここからちょっとポイントというか、 えー、もう時間もね迫ってきたのであれですけどあの自分のやりたいことばっかりでは世の中通用しないよとかやりたいことばっかりでなんとかこんとかとか社会に出たらなんとかっていう話が確かに、えー、僕,僕も小さい頃からそれをよく言われてきました学校でも家庭でもあの道歩いてるおじさんにでも言われたんじゃないかぐらいの影響でいろんな人にそれを言われてきましたで あのやりたいことをじゃあやれない世の中なんだろうか逆の言い方をすると今の世の中は本当にやりたいことができない世の中なのでしょうかじゃあ子供に夢を持ってとか希望を持ってっていうことをどういうふうに伝えていきましょうかやりたいことをやりたいようにやることは確かに難しいかもしれないけど やりたいことにチャレンジするっていうことを、えー、社会は否定的なのか少なくとも僕はたった42年間ですけど今まで生きてきて僕はやりたいことをやってきた時期が長いと思うしやりたくないこともたくさんやってきましただけどやりたいことをやっていて人に こう確かにね間違いを起こして怒られることもあったけどやりたいことをやっていてあのそんなんじゃ社会でやっていけないよっていうことはあまりなかったやりたいことをやったしやりたいことでお,でお金も稼いできたからじゃあそれはあんたがお金を稼げたからさなのかでもやりたいことをでやってお金が稼げないとしても どっかで働いてお金稼いでそのお金でやりたいことをやってもいいんですよねでもいつか結婚して家庭も持ったらそんなことも言ってられないよじゃあ家庭持たなきゃいいんですよ本当にやりたいことをやりたければねでも家庭を持つということがやりたいことだったら家庭を持ったらいいじゃないですかで沖縄の場合は不可抗力で家庭を持つことが多いですね いわゆる沖縄県はもうできちゃった結婚の県ですからできちゃった県ですからね <laughs> だからあの別にね不可抗力で子供ができたじゃあ頑張って働かなきゃでもまあそれはそれでいいと思うでもやりたいことをやりながら結婚生活を営むことも家庭を持つこともできないわけではないと思うんですね 僕はねそう思う思んですよだから、あのー、あまりねそ,のそこに関して、えー、っとあんまり、あのー、子供にも言わないようにしてるし僕は逆に好きなことを頑張ってやってくださいっていうことを言いたい人ではあります。たただ好きなことをするにあたって できるだけやっぱりその一番努力するのは結局自分なわけですよ好きなことをする上ではね結局自分が一番努力しないと好きなことってできないわけまあできないわけでもないけどできないことが多いですよねただその中で本当に人間の価値観っていうものがどん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 変化してきている中で 報酬だけが価値観ではなくなってきているのでその中でね自分が本当にその求めているものが手に入っていくのであれば好きなことをしたらいいと思います。 本来人間というのは働かなくくてても生生きききいくことができる生き物でる物はありますただあの働かないといけないという世の中を作ってきたのも人間なのでこれも人間社会の選択だったんだと思うしそれを選択した人が、えー、多数だったから働かないと生きていけないという世の中になってきたのだと思います。でということは人間がそれを大多数の人間が選んだのだから働かないと生きていけないという現実はとても美しいものなす なんだと僕は思っています人間が作ってきたものですからねそれを否定することはできないしもうといえばそれは素晴らしいことだと思っていますただそれが、えー、100人中100人、えー、1億人中1億人がそれを必ずしも、えー、遂行する必要は僕はないと思っていて。 で僕はずっとニート引きこもりとかいろいろな方々にも関わってきていて今もずっと関わっていますけど心のどこかで働きたくなければ働かなくていいんだよっていうのを持っているんですよ関わりながらもねでもそれがなかったら多分僕はあのー、今働いていない人たちと関わって話をすることはできないんじゃないかと思っていますはい ここでね、えー、っと、えー、沖縄大好きラジオネームさんからメールが届いているので、ちょっと紹介させていただきますよ。えー、ラジオネーム沖縄大好きさん、かりさん、こんばんは。こんばんはというわけでね。<laughs> はい、えー、ラジオネーム沖縄大好きです。はい、よろしくお願いします。まあ、久しぶりですね。久しぶりまあまあ、うん。えー、今年もよろしくお願いいたします。こちらこそです。仕事を終えて FM 小座に顔を出してました。あ、そうなんだ。かりさん、僕は介護の仕事をしています。去年、専門学校を卒業して4月から介護の仕事を始めています。えー、最近は早番のリーダー業務も始めました。これいいね。すごいね。頑張られてますね。本当にね。はいはいはい。えー、介護の仕事は正直、 気に言うと大変ですし、とてもきつい仕事だと思っています。本当よね。介護ってね。うん。ですが、この仕事をしたくて自分で選んだ道ですし、何より大変と思っても辞めたいとまでは考えてないです。あ、素晴らしい。そう。ね、自分が選んだ道だからということよね。素晴らしいね。うん。職員としてはまだまだですが、これからも頑張っていきたいと思います。 明日は仕事もお休みなので今日と明日は心と体を休めたいと思いますでは最後まで放送を縛りよというわけでねはい、えー、沖縄大好きさんありがとうございますねはいもう本当にねこういうメールすごい嬉しいですねで何よりもこうやって あのね、専門学校を卒業したばっかりだから年齢的には少し、まあ、まだお若い方なのかな、ね、でもこうやってあの介護の仕事きついけど頑張ってるっていうのはすごく嬉しいですねまあ,あの世の中の仕組みっていうのは常に変化していてで一時期介護とかそういった仕事っていうのはすごく花形というかねお給料もまあ結構あっていい仕事まあいい仕事っていうのがお金で 決めるわけじゃないけど、まあ一般的には介護の仕事はいいよっていう風に。 言われていました10年ぐらい前とか特にそうだったね、これから介護は伸びるよと、ただ、えー、少子高齢化で、まあ、沖縄はまだまだ若い人が多いので大丈夫ですけど、えー、大和になるとね日本の本国になるともうあの若い人がどんどん減っていく中で介護職ってやっぱりちょっと肉体労働なのでね、あのー、まあ、できる人とできない人がいて、その中で、えー、介護職っていうのは人手不足。 でなおかつ、えー、給料も昔ほどは良くないんですよね、今はね。で、そんな中でね、えー、高齢の方々は毎年毎年、えー、増えていくと。 で人口動態というものが、まあ、たまにこの番組でも話しますけど人口動態というのがあって人口というのはそんなに大きく変化しないんですね。あのなんでかというと、まあ、例えば今年成人式あもう今年生まれた人が例えばですよ沖縄県でまあ、1万10万人いたとします。そうということは、えー、20年後に成人式を迎える人も大体、えー、10万人ぐらい前後そんなに大きな変動はないねということですよ。 ね、あの人口動態っていうのは時間の変化に伴って変化するかというとそんなに変化しないのであのなので、ね、今後どうしても日本はあの結局は、えー、人口が減りますそんな中で、ね、こうやって介護を頑張ってるっていうメールをいただくのはとても嬉しいことでした、ね、仕事って何でしょう僕は、えー、自分の好きなことをやっていくのが自分の仕事でもありますせいそそれれれはみんな人それぞれです ね、でも仕事をするのもしないのも自分の人生自分の人生をどう生きるか楽しく生きていけるかが僕にとっては大事なことかもしれませんで、えー、子供にもそれを伝えていますうんこれが正しいか正しくないかも考えていませんそれよりもみんなが楽しく生きていけるといいなと思いますそれではまた来週バイビー